松田学です今回はニュース解説ということで毎週お届けしているウクライナ情勢に加えましてそれ以外にもです、ね、安全保障環境情勢といいますか、ね、日本も含めてそのに関連したニュースもお話をしたいと思います。まずウクライナですが ウクライナの国防省がですねウクライナの東部や南部で領土を奪還していると強調しているというニュースですねマリアル次官国防省のですね7月24日東部ドネツク州の拠点でありますバフムトですねこの方面で激しい戦闘が続いているんですが徐々に部隊が前進していると。 南部ザプリージャ州の主要都市のメリトポリやアゾフ海に面した港湾都市のペルジャンシクに向かう方面で作戦を展開してですね1週間で合わせて16平方キロメートル余りを奪還したと16平方キロメートルというのはどれぐらいのものなのかというのはまたいろいろあると思いますがそしてですねウクライナの高官がですねクリミアとロシアをつなぐ橋ですね これは攻撃可能だと述べたという話もあります。ウクライナ国防省情報総局のスキビツキー氏がです、ね、メディアで述べたと、クリミアにいるロシア軍を支援するためにこの橋が利用されてきたと、でこれはあの最近では南部ヘルソンなどを占領する部隊を支援することにも利用されていると指摘しまして、ロシア軍がこの橋を重要な軍事インフラとして利用していると指摘しました。そのの上でこの橋は 複雑な構造となっているものの攻撃することは可能なんだと、ウクライナにいるロシア軍の後方支援を妨害できるんだと述べて、橋の破壊は容易ではないものの、ロシア軍の弾薬供給補給、弾薬補給などの面でダメージを与えることができるというふうに分析していました。でこの橋をめぐってはですね、プーチン大統領はこれ長い間、軍事利用されていないと主張している一方で、ゼレンスキー大統領はこれを否定してですね、攻撃の対象になるという見方を示していまして、 この方の今回の発言はです、ね、ウクライナ側の立場を改めて示したものとなっていると一方でこのロシア軍も結構、攻撃をあちこちでやっているというニュースもいろいろありましてです、ね、南部オデーサ州の地元知事は7月24日にです、ね、ロシア軍が無人機でルーマニアとの国境に近いドナウ川沿いの港を攻撃し7人がけがをしたほか穀物倉庫などが破壊されたと。 えー、SNS に投稿したそうですでこの攻撃についてル,ル,、えー、ルーマニアのユハニス大統領はです、ね、ウクライナのさらなる穀物輸送、ひいては世界の食料安全保障に影響を及ぼすと SNS に投稿してロシア軍の攻撃を強く非難したと、えー、また IAEA、e、ですね、ザポリジャブ原発、えー、この調査している IAEA 国際原子力機関のグロッシ事務局長は7月24日、声明を発表しまして。 ウクライナ南部のダポリージャ原子力発電所の周辺に地雷が設置されていることを確認したと発表しました原発施設の内部と外部のフェンスの間にある干渉地帯に設置されていたのを確認したということですグロッシ事務局長はです、ね、爆発物が敷地内にあることは IAEA の安全基準と相入れない今後も原発との対話を続けていくと強調しています ザポリチャ原発をめぐってはです、ね、ロシア軍が占領を続けていましてウクライナ側がです、ね、ロシアがテロを計画しているんだと地雷を仕掛けていると主張している中で IAEA、e、は専門家を常駐させて調査を行っていたということですまたドネツク州の知事もロシアの攻撃で2人死亡したとかそういうことを言っているとニュースもありますねそしてさらにロシアの副首相 武器弾薬1ヶ月の供給量は去年1年間上回るとこういうに述べています。ロシアの国営通信社によりますと、政府で産業貿易を担当しているマントゥーロフ、産業貿易省を兼務しているマントゥーロフ副首相、7月24日に軍需産業に関する会議の中でですね、武器や弾薬の供給状況について、 一ヶ月の供給量は去年一年間の注文分を上回る数字に達していると主張してですね、ウクライナと欧米が牽制しました。あの、前,前にもご,あのご紹介しましたが、 ロシアというのは歴史的に見てですね、戦争の当初は、こう、ちょっとあの、あんまりパッとしないんですね。え、で、それが、あの、戦争が長引くと、だんだん、あの、準備が整ってきて、え、そして、え、本格的な戦闘体制が構築されていくと。ですから、今回も、その武器の弾薬の生産体制が、遅れていたのが、だんだん整ってきたということはあるのかもしれませんですね。 そして今度はこれはまあ西側の報道なのでどこまで信憑性があるか分かりませんがでもこんな報道があるということでご紹介したいのはワシントン・ポストの電子版が7月25日にワグネルの反乱ありましたね、それでプーチン氏は麻痺状態だとえプリコジン氏が武装反乱を起こした直後の6月24日にプーチン大統領が決断力を持って対応できなかった。 麻痺状態に陥っていいたたととと報じたということですねプーチン氏は反乱の少なくとも2、3日前にです、ね、プリコジン氏が反乱を準備していると治安当局から知らされていたそうです、えー、でクレムリンなど重要施設の警備が強化されたんですが対処方針は一切示されなかったと、えー、でヨーロッパの当局者はです、ね、プーチン氏は、えー、鎮圧や死亡者の逮捕を決める時間があったのにいざ反乱が始まると同様と混乱しかなかったと指摘したと、えー、ロシアの地方当局者はですね プーチン氏や軍トップからの支持がなかったためワグネルの進軍を阻止しようとしなかった多くの地方当局者はクレムリンの合意がなければ反乱を起こせないと信じていたというとこんな話もあるんですねただですねロシアのペスコフ大統領報道官は、えー、馬鹿げていると述べて事実ではないと,いと否定したということ、まあ、何が真実たかよく分かりませんがですね、えー、そしてこんなニュースもこんな分析あるんですねロシアから100万人が流出したと これはフランスのシンクタンク国際関係研究所 IFRI というところがですね、えー、昨年2月にロシアがウクライナに侵攻して以降ロシアから国外に移住した人の数が100万人に上るとの報告書を発表したんですでこれは1917年のロシア革命後に起きた人口流出に匹敵する規模だそうです指摘していますで教育特に教育水準が高い中間層が多いそうですねヨーロッパ各国は移住者を受け入れて経済成長に生かすべきだと提言しているということで,すでどういうことを言ってるかというと この報告書によりますとす、移住者の86%がロシアの平均年齢45歳以下の若い世代だそうで、うち80%が高等教育を受けていたと、ロシア全体の高等教育を受けている平均は27%ですから80、80%はかなり知的階層が中心になって流出していると、移住者の大半は人口50万人以上の都市部出身だそうです。 所得、所得数字も高く、外国語を話し、平均的なロシア人よりも異文化に寛容で、特にデジタル文化への理解が深いなどの特徴があるそうです。こうした人たちの移住でですね、侵攻前の21年時点でロシアの銀行に預けられていた個人貯蓄の11.5%に当たる約4兆ドル、4兆7で4兆ルーブル。 ちょっと言ったら大変ですね。4兆ルーブル、約6兆2200億円が国外に移転したと分析しているそうです。また、移住の影響として中間層を対象としていた都市部のレストランやホテル、こういったところのサービス業が打撃を受けているそうでして、IT 産業では10万人以上のエンジニアが国外に流出したと推定しているようです。戦争の影響とか国の将来が見通せないということで、ロシアの出生率も下がっているんですが、 えー、93年以降の最低水準にまで低下しているんですけれども、まあ、移住者が帰国しない限り、さらなる人口減少を招いてしまうと、ロシア経済の構造的リスクになるというふうにしています。一方、移住者の半数以上がロシア語が通じやすく、比較的物価の安い旧ソ連のグルジア、まあ、ジョージアと最近言われていますが、そこからカザフスタン、アルメニア、キリギス、キリギスの4カ国に滞在していると、そしてトルコ、イスラエル、セルビア、モンテネグロも加えると、移住者の8割を超えると推定しているそうです。 ただこれらの国々では安定した長期的な働き先を確保しにくいので今後ヨーロッパへの移住希望者が増えると予測しています EU は昨年9月以降ロシア人のビザ取得を厳格化していますこの報告書はですね今後4 5 0万人規模になると見られるヨーロッパへの移住希望者に住居や居住,居住や就労企業を認める居住や 就労あるいは企業を認めることで EU への年間の資金流入量が数年間のうちに300億ドル約4兆2,460億円に達する可能性があると指摘しているということですね。まあロシアの有能な人たちがですね、外国との交流がに比較的近い立場にある IT の中心とするそういう人たちが今とりあえず旧ソ連市 の国とかイスラエルとかそういうところううに行っててそれがどっとヨーロッパに入ってくるとヨーロッパ経済が活性化する可能性があるというこういう分析が出たということですそしてロシアの動きなんですがロシアの代表団が北朝鮮訪問北朝鮮は朝鮮戦争の休戦協定の締結から7月27日、まあ、ちょうど今日が7月27日あの収録日がですねで,こで今日で70年なんですね これに合わせて、ロシアのショグ国防大臣が率いる代表団が北朝鮮を訪問するということが、朝鮮、国営の朝鮮中央中通信を通じて発表されたということ、です北朝鮮が発表しています。これに先立って、中国もですね、なんと中国共産党と政府の代表団が26日からです、ね、北朝鮮を訪れると、24日に発表していると。 いうことで休戦協定の式典に合わせてロシアと中国の代表団がそろって訪問するとあの北朝鮮にです、ね、ロシアと中国がこうやって訪問するとしかも朝鮮戦争休戦協定70周年という節目にです、ね、これ何か,何か象徴しているような気がしますけどね,何でしょうね、えー、そしてこの北,朝、まあ、あの北朝鮮はです、ね、朝鮮戦争の休戦,休戦協定が締結された7月27日を戦争に勝利した戦勝記念日と位置づけていまして。 今年年年はちょうど70年の節目になりますロシア国防省は今回の訪問がです、ね、軍事関係の強化に貢献し両国の協力関係の発展における重要な段階になるとしていると、まあ、前から言われてますよね今回北朝鮮で在庫になっている武器をロシアが買ってウクライナ戦争に,使うに備えたとかですね使っているとか。 それからあのあれですよ、ね、イスカンデル、えー、ロシアが最初ですねウクライナのキエフの方にたくさん撃ち込んだミサイルこれは北朝鮮がロシアに代って実験してくれていたんだというようなです、ね、これ緊密な軍事関係がもともとあるわけですね。えー、そしてロシア国防省はあ今回の訪問が、まあ、軍事関係の強化に貢献すると述べたわけですが。 外国の要人がこの北朝鮮を訪問するのは2020年1月に北朝鮮が新型コロナの感染対策で境界を封鎖して以降初めてだそうですで北朝鮮は今回の代表団の訪朝で軍事的圧力を強めるアメリカに対しロシア、中国との連携を強化する強調する狙いがあると見られていると北朝鮮の問題については後ほどまた少し触れてみたいと思いますそしてもう一つさらにロシアは積極外交をやってますね訪中するプーチン大統領はですね 中国をロシアのウシャコフ大統領補佐官が7月25日、プーチン大統領が中国の例の一帯一路の国際会議、これやってますね、毎年のように。これへの参加の招待を受けて、中国を訪問する予定だと述べたということです。実現しますと、昨年2月のちょうどあのウクライナ侵攻が始まる直前に、プーチンが北京に訪問して習近平と会談してますね。そその冬季オリンピックだったたんですねそれに合わせた 北京,東京オリンピックに合わせた訪問以来のことだということです習近平氏は3月にモスクワを訪れた際にこの一帯一路国際会議を念頭にプーチン氏の年内訪中を調整していたということですねそしてですねこの今度はロシア中国で外交を投下する王毅政治局員いらっしゃいますねあの別のの解説番組にも触れますが中国の えー、新剛外務大臣が行方不明になっちゃったとそれで大木さんが外務大臣をまた兼ねるということで、まあ、外交のトップは、えー、この政治局員の大木さんでありますがこの方とロシアのプーチン大統領の最側近の一人であります、えー、パトルシェフ安全保障会議初期という方がですねブリックス例の,あの新興5か国の会議が開かれている南アフリカの ヨハネスブルグで7月24日会談をしたとでこの中で大木さんはですね中国はロシアと戦略的な意思疎通をさらに強化したいと強調したといた中国とロシアがさらに緊密になっていくとその上で中国はロシアなどのブリックス諸国と緊密に協力し多くの発展途上国の共通の利益を守ることを望むと述べて欧米に対抗し多極化した国際秩序の構築を目指す考えを示し,した とということですね、まあ、もう完全に G7 秩序、VS ですね、中ロ秩序、これが多極化であり、多極化が望ましいという方向に中国とロシアがこう一緒になって動いているということですね、でこれに対してパトルシェフ、ロシアのパトルシェフ氏はです、ね、ウクライナ情勢や米中対立を念頭にしてです、ね、ロシアと中国は地域と国際情勢に緊張をもたらす冷戦思考に反対すると述べたということです。 この世界の分断を招いているのは G7 秩序側であると分断を招いている冷戦思考であると言っているわけですねでこの中ロ両国としては結束を改めて確認するとともにですねブリックスの枠組みを重視する姿勢を示すことでアメリカをけんを牽制する狙いがあるということですかブリックス秩序ですねもうかなり前からブリックスは言われてましたねブラジルロシアインドチャイナサウスアフリカと南アフリカということですね これが新しい、もう一つの地球上の核として大き,く大きな存在になるとしているところですね。そして中国がロシアに無人機を大量輸出していたというニュースがあります、これはアメリカのニュースサイトのポリティコが報じたところによりますと、ロシアが今年中国から1億ドル、約141億円相当の無人機を輸入したと報じています。これは税関の記録から判明しししたとてていまして ウクライナが中国から輸入した額の30倍に当たると、でこのポリティコなるものがですね、報、え、じ、ー、るところでは、中国が侵攻に中立の立場を主張しながらです、ね、実際にはロシアを支援しているのは明白だと断じています、えー。そして、アメリカ国防省のミラー報道官、7月24日の記者会見で。 中国が殺傷力のある武器をロシアに支援することにアメリカは強く反対すると言っています制裁を課すべき動きがあるかどうかを監視していると述べたということですこのポリティコによりますとです、ね、防弾チョッキの材料となるセラミック,ミックスの中国からの輸出額はロシア向けが2億2500万ドルだったのに対しウクライナ向けは500万ドルにすぎなかったということなんですね で中国からロシアへの輸出はこのダミー会社を通じることが多いということで、軍需品ではなく民生用として税関に申告している可能性もあると。まあおそらくそうなんでしょうね、これはですね。で中国のロシアへの防衛装備品提供をめぐってはですね、アメリカの CNN テレビがフランス政府当局者の話として、軍民両面で利用可能なデュアルユース技術や防弾チョッキ、ヘルメットなどを提供している情報があると報じています。 まあ、軍民一体なんで,です、ね、でこれあの、グレーゾーンってなかなか分かりにくいところでしょうね、これはですねえー、そして、えー、今度はです、ね、プーチン大統領が論文を発表したところに何かと言いますと例の食料輸出問題ですね、7月24日、ロシアで開かれます、えー、アフリカ諸国との首脳会議を前にプーチン氏は論文を発表したロシアは今年記録的な収穫が見込まれ。 ウクライナ産の穀物を代替できることを保証したいと強調しまして、ロシア産の農産物を無償で提供する考えも示しながらですね、アフリカ諸国の取り込みを図っているということです。まあ、かなりこのロシアは積極的にアフリカ諸国を取り込んでますね、えー。ラブロフ外務大臣があちこち訪問したニュースの中も少し前にご紹介しましたけどもですね、でだからロシアは今回、結構あの穀物の生産が多いんですね。 でウクライナは今度は国会の安全に航行するあの合意をロシアが廃棄したものですからウクライナはじゃあどうしようかってことでもう直接あの国会を通らずにそのまま東欧諸国に輸出しようと思ったらこれに輸出しようと思ったら今度は東欧諸国がこれに待ったをかけて摩擦が起こっているというニュースがあるんですね。ウクライナと友好国ポーランドなど東欧諸国との関係に亀裂が入っていると。 東5か国が自国の農家保護を理由に安価なウクライナ産農産物の穀物の輸入を規制しているんですねでロシアに国会を封鎖されまして海上,海上輸出が事実上できないウクライナはです、ね、陸送ができるヨーロッパへの販路拡大を狙うんですが東欧は輸入規制維持の姿勢を崩していないわけですでこの5か国というのはポーランドのほかにハンガリースロバキア ルーマニア、ブルガリア、ウクライナああいやこの、ポーランド、ハンガリー、スロバキア、ルーマニア、ブルガリアです、でウクライナ産の流入で国内の市場価格が下落してしまってです、ね、農家が打撃を受けているんだと訴えていまして、EU 欧州委員会が5月に5か国の輸入規制を承認したんですで、その一方で他国に輸出するための通貨は通貨するのはいいよと認めていたということですね。 えー、そして、ですね穀、えーまあ、物をめぐる話の次は、ウクライナの国防大臣が来年夏までにロシアに勝利すると述べているというニュースがあるんですね。えー、レズニクコフ国防大臣、えー、4月23日、アメリカの CNN のインタビューで、来年夏までにロシアを勝利,に勝利する、こウクライナはですね年内の勝利って今まで言ってました、えー、目標としてきました、えー。しかし、6月上旬からの大規模な反転攻勢に遅れが生じていると。 いうことで、戦略を軌道修正したと、越年を視野に入れている模様であるということですね。えー、そして、ハンナマニマ・マリアル国防次官、何度も出てくる方ですが、この方は7月24日、えー、過去1週間の戦果を発表しまして、南部ザポリージャ州一帯の2つの戦線で12平方キロメートル、まあ、これ <laughs>、12平方キロメートルって多いのか少ないのかよく分からないんですが、 そして東部ドネツク州の要省バフムト付近の戦線で4平方キロメートルを解放したと明らかにしました <laughs> で犯行開始後に解放された領土は、えー、南部が計192平方キロメートル東部は35平方キロメートルだそうです、えー、そしてですねこのレズ,レズニコフ国防大臣は CNN とのインタビューで2024年に えー NATO、加盟を目指す我々はこの戦争に勝ち勝利は NATO の利益になるだろうなぜなら我々は真の NATO の東の NATO の東の盾欧州の東の盾になったからだと言ってるんですね。でウクライナが NATO に加盟するタイミングとしてに来年し2024年の7月の NATO 首脳会議この間やってましたね今年の NATO 首脳会議。 来年の7月の nato 首脳会議を念頭に入れていることを明らかにしたということです。ウクライナはいよいよ nato にですね。で、えー、ウクライナの nato 加盟について、アメリカのバイデン。大統領はロシアの侵攻が続いている間はですね。もしこれが入ってしまうと、この nato との。 NATO 内に全面戦争になってしまいますのでロシアと NATO とのこれはまあ集,団安全集団的自衛権というものを定めてますので、ね、だからちょっとあの一致した見解はないとい否定的なんですけれどもウクライナのゼレンスキー大統領はあの戦後戦争があったらすぐに調整されると強い期待感を表明しているということがウクライナ側が書いているのは来年半ばまでに戦争を終えてロシアを追っ払ってそして自分たちは来年7月に NATO に首脳会議で NATO に入るんだと。 ということを言っているわけです。で、これはロシアが一番恐れている事態でして、まあ、当然ロシアは今回ウクライナ侵攻というのは別にウクライナを支配しようということではなかったわけですね。ウクライナの東部に住んでいるロシア系住民がウクライナから圧迫されて、圧迫されている、これを救わなきゃいけないと。で、クリミアはなんとかロシアがきちっと。 抑えたんですけれどもまだ東部の方に圧迫されているロシア地権の住民にいるとで今後もこういったあの、まあ、紛争といいますかね圧迫というかそういうのが続くようであればウクライナとやはり戦争せざるを得ないわけでだとするとウクライナが NATO に入ってしまうと NATO 全部を敵にしないとウクライナに対して何もできなくなってしまうという事態を一番恐れていたんですが、まあ、ウクライナがロシアが一番恐れているそういうことをやろうとしていると。 ということになっているわけですねさてここで,です、ね、目を転じてこの日本周辺のところに行くんですけれども今 NATO って話しましたがアジア版 NATO という見方を中国ロシアがしているんですあのこれを牽制しようとしている日本海で7月20日から続けられてきた中国とロシアの海上合同軍事演習が これは北部連合2023と呼ばれているものらしいんですが、7月23日に終了したそうです。ロシア国防省が発表しました。この演習はですね、アジア太平洋地域の安定と平和の維持を謳ったんですが、ウクライナ侵攻などを背景に日本、アメリカ、韓国の牽制に対する牽制を狙ったものだったわけです。日本やアメリカなどの自由で開かれたインド太平洋戦略について、中国、ロシアは足並みを揃えて、 アジア版 NATO だとアジア版北大西洋条約機構だとそういったものを作る試みだと非難していますえそして一方で,ですね今度は台湾えこのおまあインド自由で開かれたインド太平洋側でこの中,国に中国に対峙している台湾が軍事演習大規模に行っているとえ毎年恒例の大規模な軍事演習を台湾で今年も始まったんですが 中国からの圧力の高まりを受けて規模が拡大されているというニュースです台北市などでは空襲を含む非常事態への備えを目的とした防空訓練をして予定しているとで市民は地下や建物に避難し車は路車肩へ止めるよう求められ従わなかった場合は日本円で13万円以上の罰金重い罰金ですね そこまでしてとにかく訓練をしようと、そして7月26日にはです、ね、国際空港を一時的に閉鎖して、ある国際空港を一時的に閉鎖して、中国軍による空港占拠を想定した訓練が初めて実施されると、台湾は相当備えてますね、そして日本はどうかというと、北また北朝鮮からミサイル、7月24日深夜に2発、弾道ミサイル発射しましたね。 これについて、岸田総理が7月25日に、北朝鮮は高い頻度で発射を繰り返している。我が国のみならず、地域、国際社会の平和と安定を脅かすもので断じて容認できないと述べたと。で、その上で、日米、日米韓の、韓国ですね、の連携を通じて、平和と安定と国民の命を守るために引き続き努力すると強調したという、このニュースですね。まあ、この皆さんも報道、ニュースでも報道されてたと思いますので、 えーまあ、とにかく、あれですね、北朝鮮がミサイル撃つために、あ、またか、またか、またかというぐらいですね、いやまあ、本当にあのよくまあこれだけ撃つもんだと思うんですが、ただ一方でですね、あの確かす、えー、少し、えー、このニュース解説の中で、す、ま、で、あ、にご覧になった方いるかとまだ配信されているか分からないんですが、北朝鮮が基金の状態には食料がないという話をご紹介いたしました。えー、この北朝鮮が基金になっているという、もう本当に食料がない。 まあそれなりの地位の人にも食料が届かないというところまで来ていておそらくおそらくですね日本からのお金が喉から手が出るほどですお金日本からの援助まあ食料も含めてですねそういう状態になるとえでそういった中でえこういったミサイルを撃ってってなんかお金どっちに使えばいいのって話で矛盾しているように見えるんですがえただですねまあ,まあこれはあの後でもちょっと出てきますけどねこの解説はですねこれよく分かりませんが ただあの北朝鮮がそういった経済的に困窮しているという中で日本の援助をというものと引き換えに拉致被害者が1人でも2人でも3人でもとにかく帰ってくるということを模索しているこれはかなり水面下でやってって極秘に行われているのはどうも間違いなさそうですね私がいろんなところからチラチラと入ってくる情報を総合しますですねでもしですねこの拉致被害者が帰ってきますとこの岸田さんは。 その時に解散・総選挙に打って出るという黄金のシナリオがあるそうでして、本当にこれ、うまくいくのかどうかは分かりませんが、それが早く実現すれば、この言われている10月ぐらいの解散というのもあるかもしれませんですね、分かりません。で、それがないとなかなか解散ができる玉がないというのが今の岸田さんの状況ではないかと思います。日本の国内政権局にも実は北朝鮮との関係が実に大きな影響を持ちつつあるというようなふうな感じがします。 えー、そしてですね、えー、この北朝鮮は国内事情の赤か,から自暴自棄になっている可能性もあるのではないかという指摘を、えー、牛尾さんという、確かこのチャンネルにもだいぶ前に出ていただいた自衛隊出身の方ですね、この方があるラジオ番組で述べていたという記事です。元航空自衛隊で評論家の方ですね、牛尾さん。えー、北朝鮮が発射した2発の弾道ミサイルについての解説の中でいろんなことを述べておられます。 今回、夜間の発射だったんですが何か意図があるのかという問いに対して軍事的に考えると北朝鮮が人工衛星だと称するものについては基本的に夜間には撃ちませんということは人工衛星じゃなくてこれは軍事的な目的であると軍事的に弾道ミサイルを撃つときには夜間や朝方に撃つので今回もそのような意図があるのだと思いますただあの北朝鮮も国内事情がかなり悪化していると伝えられていますので自暴自棄になっている感じもあるのではないかと思います でこれに対して、この有本おかおりさんがですね、北朝鮮はだいぶ急防が伝えられています。一方では、日本、アメリカ、韓国、3カ国の交換による電話協議、あるいは8月中旬には首脳会議がありますので、それらに対する牽制のような意味合いもあるのでしょうかと。これに対して、牛尾さんは、うん もちろんそのような、そのことも考えてはいると思います。ただ、今回のような事態があるたびに、あるたびに、日本メディアはそのように解説するわけです。北朝鮮としては、それは口実のような感じで行っているのではないでしょうか。えー、最近は本当にやけになっている感じもしますと。 で、そして、久望が伝えられている中で、北朝鮮の拉致問題に関し、日朝首脳会談があるのではないかと一部で報道されていますが、そのようなことを意識しているとは思えない行動です確かにそうですね。日本にた助けてほしいのに、なんで日本にも、日本の方に向かってですね、えー、このミサイルをこんな撃つのかと。 でもし交渉を進めようと思えばこんなことはしないはずでそのあたりが尻滅裂に見えますねというコメントが番組の中には、えー、他の方が話しまして、えー、そして牛尾さんはこういうふうにも言っています弾頭にはですね、えー、基本的に大量破壊兵器を積むというのが彼らの発想です我々としては粛々と備えるもちろん撃ち落とさなくてはならないのでやはり地上配備型のイージスアショアはなくさなかったほうが良かったと思います。 でイージス艦も含めて多層的に防御していくということですねであの河野太郎さんですね今あのこの大変あのマイナンバーカードで評判を落としているこの方は防衛大臣だった時にイー,イージスアシュアをやめさせたんですよね確かですね、まあ、多層的多段階的にイージス艦もあればイージスアシュアもあるというこのところが大事なものがやめさせたということでしたね。でまたあの えーまあ、お注射の時にお注射のことでいろいろありましたし、まあ、今回もデジタル担当大臣としていろんなことがあるんですが大丈夫なのかなと思いますねでそして日中韓首脳会議再開に向けて事務レベルで検討を進める考えを林外務大臣が示したというニュースがあります林外務大臣は4年前から開かれていない日中韓3カ国による首脳会議の再開に向けて中国や韓国と事務レベルでの検討を進めていく考えを示したと。 日本と中国、韓国による首脳会議は3カ国が持ち回りで開いてきたものです。しかし日韓関係の冷え込みとか新型コロナウイルスの影響で、などで4年前の2019年12月以来開かれていません。地域の平和と安定に大きな責任を共有する日中、韓3カ国の首脳が一堂に会して地域の課題を議論することは大変有意義であって、 3カ国の事務レベルでしっかりと検討を進めていきたいと林外務大臣は記者会見で述べて再開を目指す考えを示したということですそしてさらに林外務大臣は6カ国を歴訪すると発表しました7月27日から8月4日までの日程でインドスリランカモルディブ南アフリカウガンダエチ,アアエチオピアの6カ国いずれもグローバルサウスと呼ばれる国々ですねで一連の訪問で各国の外務大臣らと会談して 自由で開かれたインド太平洋の実現、法の支配に基づく国際秩序の重要性を確認し、関係強化を図りたいという考えだということです。あの中国本位もといいますかね、あるいは北朝鮮もありますし、中国もありますし、日本南西保障上の,あの,あの脅威、そして中国が中心とするブリックス連合という、先ほど出ましたが、新しい支所ケースに対抗するためにです、ね、こういったあのその周辺の国々に、 グローバルサウスの国々を取り込んでいくということはいや安倍元総理が敷いた大事な路線なんで,です、ね、その路線に従ってやっていただかなくてはそれは困る話だと思いますねそしてさらに防衛装備の輸出の議論を加速するように岸田総理が与党に支持するというニュースがあります、えー、自民、公明両党に対して岸田総理はです、ね、防衛装備品の輸出制限緩和に向けた検討を加速するよう支持する方向で調整に入ったというニュースです 安全保障環境、を厳しさが増しているということで、他国との連携を強化する必要があると判断したと、これはの自民、公明両党のワーキングチームというのがあって、この座長の小野寺元防衛大臣らに伝えると、総理はですね、いうことです、このワーキング,ティワーキングチームは、四月5日に中間報告として論点整理をまとめています。 国際共同開発の装備品は日本、イギリス、イタリアで共同開発をする次期戦闘機を念頭にしましてですね日本から第三国への輸出を容認する方向性を打ち出しているわけなんですが指針で輸出可能と定める救難、輸送、警戒、監視そして機雷を除去する総会この5つの類型の装備品であればですね武器の搭載も可能と明記しています。 でえー、この5類型の見直しをぐってはです、ね、撤廃を主張する自民、もうこういう類型もやめようと、あるいは限定的な追加にとどめたいのが公明党で、この意見を併記した上で結論を先送りし、秋以降に議論を再開する方向だったんですが、加速せよと総理は,総理はです、ねえー、ロシアのウクライナ侵攻などの情勢などを踏まえて早期に政府・与党としての 議論を再開するる必要があるとの判断に傾いたと見られているとただ、協議の加速化に公明党が応じるかどうかは不透明だという見方も出ていると、またここで公明党というのが出てきますね。えー、そしてですねあのあの、日本の国を守る上で大事なのは武器だけではありません、大事なのは国を守る決意であります。で、この点について、まあ、私は参政党の立場で、えー、たくさんの質問収書を通常国会でも出しましたが、 えー、もう事実を羅列するだけの答弁しかなくてですねこの国を守るスタンス強力なスタンス明確なスタンスこれが、えー、この伝わってこなかった政府の答弁からですねここに大きな危機感を覚えたことは、えー、いろんな場面で申し上げているとおりです、えー、そしてちょっと大丈夫かなと思うこの論評があったのが弾道ミサイル落下尖閣諸島問題というのがありまして 昨年8月ご案内のように沖縄県与那国島周辺の海域に中国軍の弾道ミサイルが落下しました e z 内に落下したという衝撃的なことがありましたですね台湾と与那国島の距離は110キロしかありませんえ、普段から台湾の演習で砲弾の音が聞こえるというぐらいの距離ですね。ですねそういうことがあっても日本側への影響は小さかったんですが今回の中国軍のミサイル落下は まあ、あの昨年のです、ね、中国のミサイル落下は全く想定していなかった衝撃的なことだったと地元の方が話しているわけですで領海内ではなかったのでですね、えー、全国瞬時警報システムであります J アラートはならなかったんですね、えー、で領海外でもしかし領海外でも漁をしている、えー、この漁師,漁師さんの方々いらっしゃるわけでそういう方々にとっても緊急時の体制が不十分ではないかというふうに要し 地元の方がおっっしゃって先島諸島周辺の海域ではですね日本と中国台湾の日本中国台湾の利権が複雑に絡み合っているんですその漁業利権があるんですねでこれは私もあの現職議員だ衆議院議員だった時にこの漁業利権の関係で台湾に行ったことがありました2013年に結ばれた取り決めがありまして日本は EEZ 内の一部の海域で台湾漁船の操業を容認したんですねで当時は えー、この領有権を中国とともに主張しているのが台湾だったわけです、この尖閣諸島のですね、この台湾と中国との連携を阻止するのが狙いだったんですで、その後、中国と台湾の関係は悪化しました、中国による武力攻撃が懸念されている時代になりまして、中国、台湾の連携は想定しがたい状況になったわけですが、それでも今も e z 内でのクロマグロの格好、まあの漁場をです、ね、台湾漁船が占める状況が続いているわけです。 そしてあの周辺漁協の日本側の漁協の複数の幹部は中国を牽制して台湾に譲歩した結果え地元の漁師がえまああの魚を捕る場所を奪われた早く元に戻してほしいと口を揃えているそうですあの尖閣付近ではですね沖縄三大高級魚の一つでえ地元で赤町と呼ばれているハマダイなどが取れるわけですが今は 片道150キロほどの道のりは燃料費がかさんでいて安全面のリスクも考慮して控える人が多いようです。漁をするには約1週間前に海上保安庁への連絡が必要です。島には、それでも島には近づけない。中国を刺激しないよう最新の注意を払っているそうでして、操業中は周辺で中国海警局と海,海上保安庁の船舶が並走していて警戒の目を光らせていると。 いいことです。まあ、あの、カサラ美さんがこのネ私、この間対位をしましたが、そこでもカサさんがおっしゃってたように、現実には、尖閣諸島の周辺には中国の航船がもう悠々とこうですね、堂々とこう、で、そこに日本は使、日本の漁船、民間のあれは近づけないと。まあ、海上保安庁はその状態を黙認しているということですね。とにかく問題を起こしたくないと。戦う気が全くないという。 そうこうしているうちにいつの間にか中国が何らかの機会に尖閣本当に中国の旗を立ててしまいますよ、自己支配してしまいますよ、そうしたら日米安全保障条約第5条の適用でなくなりますよ、日本の自己支配がなくなりますよということを、そうなりますとただ取られるだけと、そ,そうなるのは時間の問題だということですね、これは国を守る意思があるんでしょうかという問題提起につながるわけですね。 え、漁師は安全保障の狭間で翻弄されている。国は毅然とした対応で安全を確保してほしいという、まあ、漁民からの声も出ているということも考えなければいけないと思いますね。え、そして松野官房長官、え、この別のニュースですが、台湾まで110キロの与那国島を訪問しました。 で、有事の際の国民保護を担当しています、国民保護法ってありますね、えー、であのどうやって逃げるか、避難するかということを、まあ、あの国とあの自治体とそういったものの責務を定めている法律ですね、有事の際のですね、でこの国,国民保護を担当しているのは官房長官でして、えー、この官房長官は4月23日、日本国内で台湾からの距離が最も近い沖縄県の与那国島を訪問しました。 与那国島一私も衆議院だった時にあの議員の視察で訪れました一番あの台湾に近いところの三崎のところに行きましてもう本当に台湾が天気が良かったので見えましたですねであの本当にあの何て言いますかね日本よりも台湾にずっと近いところに あるという、そういう島なんですが、そして、松野長官はですね、官房長官は、地元の町長と会談に臨んだそうです。台湾有事を念頭に、町民の安全確保のあり方について、避難施設の確保などを含めて意見交換をしていると。で、政府として国民保護体制の強化と、関係自治体への支援の推進に取り組む考えを伝えてと。ただですね、ここでも出たとあいうニュースがありましたが、 あのやっぱりあれなんですね、えー、この核シェルターですよね、これがないと話にならへんですね、でこれはあの別にあの与那国島だけの、あるいは沖縄だけの話ではありません、日本全体ですね、人口当たり普及率が0.02%とかなめちゃくちゃ低い値、えー、これ、考えられないぐらい日本は有事の想定してこなかったことを根本から見直さなければいけないでしょうね。 そして、一つ、二つばかりご紹介したいんですが、一つは、金原さん、日本の覚醒と、国会の安保論戦で必要最小限の打撃力とは何なのかという、トマホーク数百発は足りないという、こういう論評記事があります。何をおっしゃっているかというと、台湾有事は日本有事である。日本最西端,最西端の沖,沖縄県、与那国島をはじめとする先島諸島は、 台湾からわずか100キロの距離にある中国は尖閣諸島は中国領だと言ってはばからない最近は習近平氏が沖縄と中国の歴史的関係にまで言及し始めた日本は台湾有事にあたって一日米安保条約第6条に従ってアメリカ軍に基地を供給する二重要事態事態法に,重要影響事態法によって後方支援を行う三 立危機事態を宣言して集団的自衛権行使に踏み切るという3つの選択肢があるいずれの選択肢を取るにせよ重要なことは安易なエスカレーションを避け国土を戦場にしないことであるウクライナ戦争はウクライナを焦土にして行われて戦われているが焦土にして戦われているが NATO 諸国やロシア本土は戦場となっていないロシアと NATO の双方がエスカレーションを回避しているからである日本本土中国本土を互いに 攻撃対象とし合うような事態は可能な限り避けるべきである。そのためには十分な反撃力がいる。習近平氏が日本本土攻撃を躊躇するとすれば、それが紛争のエスカレーションを招き、日本が本格的な対中反撃に移ると考える時だけである。さもなくば日本本土の自衛隊基地、 米軍基地、備蓄燃料タンクなどは中国軍によって大規模サイバー攻撃され、あるいは爆,爆,爆撃されるであろう、そのとき、中国に日本攻撃を思いとどまらせる必要最小限のミサイル能力とは、現在論じられているト,トマホーク数百発という次元ではない、弾道ミサイル超、極超音速ミサイルを含めた数千発の反撃用ミサイルが必要である。 それが日米同盟の対中ミサイルキャップを埋め日米同盟の抑止力をさらに向上させることになるのである桁が違うミサイルが必要であるしかも超音極超音速といったものも含めた数,数千発のミサイルがないと中国は日本攻撃を思いとどまるということにならないと思い込む戦争を起こさないということはですね日本を戦争に巻き込ませないために軍事力を強めなければいけないということの典型的な あの論評だったと思いますで最後にですね、あの私も親しく、あの国旗圏にいたときに親しくしておりましたが島田洋一さんが、あなかなか面白いことを書いてるので、ちょっと読んでみたいの国旗圏のサイトに出てる記事です、バイデン政権のの対中和外交の危険点です、ね、あのアメリカのケリー気候変動問題特担当特使がですね、4月中旬に中国を訪問して、えーまあ、例の大木さんと会談してですね、そのときに、 気候変動対策というのは他の政治案件とは切り離して進めるべきだと訴えたケリーさんに対して大木さんはですね米中関係は全ての問題がリンクしており特に台湾問題でアメリカ側が中国側の意向に沿う行動を取らなければ脱炭素でも踏み込んだ合意などありえないと釘を刺したということですね。ここでで炭素削減で画期的成果を上げたいケリーさんとしては帰国を 帰国後、バイデン大統領に中国が不快感を覚えるような政策を控えるよう進言し,てし,た,したはずであると。あり得る話ですね。これはバイデン政権発足以来の悪しきパターンなんだと。気候変動こそが安全保障上最大の脅威という誤った認識を掲げるこのバイデン政権。一段と対中誘惑的方向に動くことが懸念される。 それから、ケリー氏に先立ち、あの、このニュース解説でも紹介しましたが、イエレン財務長官が中国を訪れました。これも危ういと。昨年アメリカ議会で焦点となった台湾政策法案はですね、アメリカと台湾の軍事協力進化とともに、中国が台湾圧迫を進めた場合、金融制裁を発動することを軸に、抑止力を強化することを柱にしていた。しかし、投資環境の安定を図り、ウォール街、 投資環境を安定させてほしいウォール街の意向を受けた財務省がアメリカの財務省が難色を示して結局、金融制裁規定は最終段階ですべて落とされた金融制裁を阻止する姿勢において中国共産党とアメリカの財務省は事実上のパートナーといえようと困ったことですね、これですねでイエレン長官の前にはさらにブリンケン国務長官が北京に飛んでいますあれは屈辱的ですよね習近平がデーンと座ってその脇に座らされたとですね 今までなかったパターンでした、えー、さらに空港に着いたブリンケン氏を迎えたのはカウンターパートの王毅氏でもその下の信号外相でもなくさらに格下の外務省局長だったとこれちょっと外交的にも普通はないですよねアメリカ閣僚クラスによる一連の北京網ではすり寄りと形容されても仕方ないだろうとそして日本に対しては中国政府は汚染水と言ってですねもちろん処理水だって汚染水じゃないですから難癖をつけています福島の話ですね でバイゼン政権の軟弱姿勢を前提としますと日本は中国に対する独自の反撃措置を講じない限り理不尽な攻撃にさらされ続けることになるんだろうやはりこの日本がそれなりの独立したアメリカとも独立したですねこのパワーといいますかね軍事的パワーが中核に置かれるものでありますがそれがなければ日本はどんどん取られるものを取られていく難癖をつけられですねそして日本の利権がどん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 中国に 吸収されていくということは避けられないと、もうかなりもうこれはあもう崖っぷちに来ているような感じがいたします。まあウクライナ情勢というものは結局日本の国防をどうするかという判断につながっていくと思いますので、今回は両方合わせて一つの番組でまとめて解説をいたしました。どうもありがとうございました。